今日はですね、はい、チャーハンは私も今冷蔵庫にありますよ、ミルワム。なんか私ハリネズミとゴキブリ飼ってるからか部屋がめちゃめちゃ臭いんですよ先生ですから。人間が食べても全然いいですよねいや彼氏とか作れないなって思ってます。では先生、はい、今日はどんな昆虫料理を作りましょうか。今日はですね、はい、チャーハンは、お、定番のチャーハンで、はい、なんか確かになかった。うん、なかったですよね。一番定番なのに。うん、だからなかったの、意外となかったですね、と思って。で、虫もだから定番のジャイアントミルワーム。あ、いいですね。うん、非常に今日はシンプルな形で、オーソドックスな昆虫料理をしたいと思ってます。はい。楽しみですね。はい、よろしくお願いします。じゃあ、まあ茹でて、とりあえず茹でましょう。はい。はい、いいですね、ミルワームは、ね、使いやすいですよね、ミルワームはね。結構ね、ミルワームとかこういうのってペットの一つとしてもね、よく使われてますよね。さくらちゃんちもこれだったっけ、餌が。あ、私も今冷蔵庫にありますね、ミルワーム。ありますよね。でもあとハリネズミの餌でも使ってるんですけど、はい、それはミニミルワーム。あれはちっちゃいやつですよね、はい、そうですよね。ミルワームって大体どれくらい持ちますか、日持ち。冷蔵庫で生かしておいたっていうか、仮死状態にさせてる場合って。冷蔵庫、そう、どれくらい持つかな、まあ、10日とか半月ぐらい持つんじゃないでしょうかね。半月、1ヶ月は持たないですか、うん、やったことないけど、どうなんでしょうね。あ、茹でるか、そろそろ。うちのミルワーム、ちょっとそろそろ茹でます。もう経ってる、だいぶ。まあ、でも1ヶ月ぐらいですかね。冷凍しちゃえばいいよね、茹でて。はい、じゃあそうしよう。本当にそれアウトですってやばいな。そういうのは冗談ですけどね。冗談じゃなさそうですもん、ね、なんかそんなこんなで上がりましたね。で、上がりましたね、はいはい、まずそうですね、油、はい、サラダ油で。こんなもんですか。そんなもんですね、はい、で、最初見るミルちゃんをちょっと炒めちゃいましょう。はい、じゃあちょっと温めて、はい、はい、どれくらい炒めましょうか。ある程度パリッとすればいきたいですね。確かに、ちょっと皮が硬いから、うん、皮がね、硬いからね、パリッとするまでいっておきたいです。こんなもんでいきましょうかね、はい、だからちょっと別取っておいてもらって、ここにニンニク、生姜、どっちか先入れるかな。生姜、ネギ、うん、ネギ、じゃあネギ、あ、じゃあもう野菜最初に炒めて、そこからご飯入れて、あ、卵入れてご飯入れて。生姜これ全部入れちゃっていいんですか。それタケノコです。あ、タケノコ、すみません、うん、生姜に見えるよね。生姜、タケノコ、はい、そうですね、やっぱり昆虫だけどちょっとまあ結構あれなんで、そこにプラスしてそういうね、うん、他の食材も入れても面白いかもしれないですよね。確かに春がっぽくていいですね、タケノコも、ね、ゴーヤは夏で、うん、夏と春の間ということ、はい、卵を溶いておくんですか。卵を溶いてください、はい、なんか私ハリネズミとゴキブリ飼ってるからか部屋がめちゃめちゃ臭いんですよなんか先生あんだけ飼っててどうして大丈夫なのかなと思った。消臭剤とかダメじゃないですか、多分。使ってないですよね。そんなに臭い？めちゃめちゃ臭いんですよ。換気が悪いんじゃないですか。あ、換気してない。した方がいいか。換気はした方がいいと思いますよ。はい。してますか、先生は、換気は。うちはね、もう普通に換気できてますから。あ、しなくても。そっか。隙間風がいっぱい入ってます。そこで笑うの？どうですか、そんなもんで行きましょうか。大丈夫ですか、うん、なんかちょっと心配ですけど。なんで？ネギとか名前開けちょっと心配じゃないですか。それで細かく切るから結構いけると思いますよね、はい、これはこれ、はい、はい、じゃあこれはどうしますか、合わせちゃう。合わせちゃう、はい、味付けも後で。味付けも、そうですね、はい、あと今度はご飯の方を炒めましょう。はい、じゃあこんな感じでいいですかね、うん、そうか、そんなに臭いのか。何がですか。ハリネズミ。ハリネズミ結構匂うんですよ。で、あとこの間水を倒して、で、
北海道ロケで2泊行ってたんですよ。あ、なかった。で、その時に水倒してハリネズミが、うん、家帰ってきたらカビだらけになってて、ハリネズミの家が。それは匂う、ね、今めっちゃ臭くて。あ、そう。本当に。じゃあ、次、タバコ入れましょう。タバコ入れますか、うん、ここに、うん、はい。そのくらいで、今度はご飯入れてください。はい、で、パラパラになるぐらいまで。2日ずつしてもそんなになっちゃった。いや、あの、いつも全然大丈夫なんですけど、水倒しちゃったから、はい、ちょっとダメだったんですよね。いや、あの、あんな臭い家絶対人呼べない。そう絶対もう、はい、いや、彼氏とか作れないなって思っちゃいます。あんな臭い家でも匂いってほら人によってその好き嫌いあるじゃないですか。いや、私はもう慣れてるんですよ、ハリネズミの匂いは。うん、だから意外とそれがすごく合うって人もいるんだよ。そんな人いますか、あの匂いが。いや、好きだけども、うん、でも臭いっていうのは分かるんですよ、自分でも。うん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 、あの匂いが。あ、そう、でもなんかこうアロマオイルとかってこう動物ってダメなんですよ、精油とか使うと。あの、なんだろう、こう、そのオイル的なもの使っちゃいけないので。消臭剤とか使えない。使えないんですよ。ペット用消臭剤で、掃除したりとかするんですけど、はい、そんなレベルじゃないんだよ。すごい臭い。うん、もう本当に自然系のお店でのこうアロマオイルとかも使っちゃいけないんですよね、確か。繊細なんです、こういうの。ちっちゃいから。人間みたいにそういうのをこう消化っていうかするこう機能がないらしくて、うん、難しいもんだね。ね、難しいもんです。そうか、なるほど。あ、そうですね、はい、これ入れますか。はい、ゴキブリはまあ強いから大丈夫でしょう。ゴキブリ、マダガスカルゴキブリ今飼ってるの。飼ってます、飼ってます。今4匹、5匹ぐらいですかね、家にの。あれ、うちから来たやつだっけ。あ、先生にもいただいたやつと、あとここでもいただいたやつで。あ、そっかそっか、岡村さんにもらいました、ね。うんうんうん、やっぱ増えないから減っていく一方ですね。あ、難しいよね、あれね。ね、あれを増やすのは難しいけど、愛さんは増やしてますよね。あ、いや、そうだった。愛さんはすごい、あれはすごい、伝説。大人になるまで1年以上かかるんですよ、あれ。でも今だって100匹くらいになったとか言ってませんでしたか、愛さん。マダガスカル、愛さん家行ってみたいです。マダガスカル、マダガスカル、アイサーチ行きたいな。ちょっと前連絡取ってて、虫もらう予定だったんですけど、はい、でもなんかスケジュール合わなくて、結局、もうまた行ってねぐらいの感じになってて、アイサーチ行きたいな。絶対面白いもん。そうですね、行きたい行きたい、うん、だんだんパラッとしてきたかな。パラッと、うん、美味しそうな感じになってきましたね、だんだんと。じゃあもうそろそろ入れちゃいましょうか。入れちゃいますか、うん、生姜、生姜、美味しそう。どういう感じ、ね、まあこれでいっちゃいますか。そしたら、ね、最後にそのもういいですか、うん、醤油と、醤油とごま油かけてみてください。ここからこうパンかけるとよりいっちゃいます。あ、すみません、先生に指導され、先生ですから。これは最後。ごま油もちょっと回すで。はい。あ、確かに固まっちゃったな、一箇所に。で、これで中華鍋みたいなやつですね。やりやすいんですけどね。ごま油入れて、あ、いい匂いですね。美味しそう。あとまあ塩コショウで、適当に振って。美味しいの、でも、うん、こんな感じで、こんな感じで、はい、いいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか、ね、はい、完成です。はい、出来上がりました。うん、完成です。では、はい、食べましょう。いただきましょう。よし、いただきます。いただきます。わー、
い、楽しみ。お、ザイメロさんがいっぱい乗ってますね。うん、結構たっぷりですね。あ、匂いはもう普通の中華っぽいチャーハン。そうですね、中華チャーハンですね、うん、いただきます。いただきます。うん、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 おいしいね。うん、あ、じゃあジャイムもすごく生きてますね。うん、ね、このサクッとした感じが、うん、ご飯とこう、ね、ジャミルのサクサク感と、うん、うん、合いますね。ね、あとこれ実はゴーヤーが入ってて、この苦味というかね、うん、そこら辺もちょっと生きてるんですか、うん、やっぱりね、確かに大人の味というか、うん、うん、あ、美味しい、ね、確かに苦味もあって面白いですね。うん、うん、ジャイミルってのは本当にこう何でも合いそうな感じがして、うん、すごく重宝する、ね、うん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 、食材ですよね。よくジャイミルとかミールアームとかペットの餌として使われるんだけど、うん、人間が食べても全然いいですよね。本当に、うん、揚げるにはもったいないぐらいの、うん、このジャイミルを使ったチャーハンなんですけど、はい、あのちょっと私事ですけど、あの楽しい昆虫料理というまさか本が大昔に作って2008年、あ、結構前ですね。もう12年前ですけど、うん、でその中のメニューとして載っけたのはこのジャイミルのゴーヤチャーハンというのがあって、あ、そうなんだ。まあこんな感じに載ってますけど、へー、ほんとだ、うん、それをちょっと今日は作らせていただきました。え、今のコメントもこのまんまじゃないですか、はい、ジャミルのサクサク感とゴーヤの苦味があって書いてあるじゃないですか。それは僕が書いた文章ですから。、ね、なるほど、そういうことか、うん、そういうことなんですね。まあだからこれはそういう意味では非常にあのこう懐かしい本で、ずっとあの品切れだったんですけど、うん、あのちょっと今度あの新装版が出ることになって、すごい、この夏に合わせて、うん、あの全面改定で、あの新しい情報も入れて出しますので、すごい、というあの紹介を兼ねて今日作らせていただいて、楽しみ、ありがとうございました。この当時あの昆虫料理っていうのはまだ全然ね、うん、あの国連の FAO の報告もない、そのずっと前なので、うん、昆虫料理の本としては本当に初めてだったんじゃないかと思います。でこの本が出て一番あの僕自身が違和感を感じたのは、これがあの料理の本のコーナーに、あ、へえ、あるんですか、入ってて面白い、僕自身もなんかすごい違和感を感じて。面白いですね。そういうあのことが今だったら、うん、まああってもいいかなっていうぐらいですけど、そんな感じ の本なので、まああの重版できて審判ができて本当に良かったと思います。すごい、いやー、買います、楽しみです。はい、そんなところでこれがそのここに入ってるということで、そういうことか、でご紹介させていただきました。なるほど、したたかですね。ありがとうございます。いやでも本当美味しかったです。そうですね、はい、はい、またこの本の中からいくつかね、またこれから紹介できればいいかと思ってますけどね。わかりました、よろしく。いや楽しみにしてます、はい、ごちそうさまでした。